ナンバープレートが白色の自家用、バス自家用バスとは、路線バスや観光バスのように商業的な旅客運送を目的とせず、主に企業、学校、ホテル、レジャー施設、飲食店、観光庁などが所有する法人自家用のバスである。これらは自家用車と同じ白ナンバー登録であり、運転に関しても日種免許は必要なく、大型自動車、第一種免許あるいは、 乗車定員29人以下で、なおかつ車両総重量11トン未満の車体に限り、中型自動車、第一子免許で運転できる。会社や、工場の従業員や、来客者の送迎や、各種施設の利用者の送迎、結婚式場、レストランホテル、旅館などの団体客を無償サービスにて送迎する、目的のもの。小学校や中学校、高校などの児童、 生徒の送迎が目的のスクールバスや部活動での遠征練習などのために学校が専用車を保有している場合もある。似た例としてプロレス団体やスポーツチームも専用車を保有している場合もある。テレビ局が利用するロケバスは専門業者が運転手付きの車両を貸し出している。交通機関利用者向けの送迎バスは特定旅客自動車運送事業の形態を取る場合が 多い。幼稚園や保育所などの幼児の送迎専用になっているもので、座席もそれに見合わせた小さなサイズになっている。多くの場合、保護者用の座席も乗降口付近に備えてあることが多く、小型車の場合でも非常口の設置が義務付けられている。県や市町村が保有するもの。職員の研修や県民、市民に対し県や市町村が主催する行事にて、 利用していただく、などの目的で使われるものである。この他、過疎地域などで民間のバス会社が、バス路線を廃止した場合、市町村が、道路運送法第78.79条に基づく、自家用有償旅客運送登録を受け、自家用バスで肩代わりして、バス路線を運行しているケースもある。このような運行形態は、二千六年十月の道路運送法改正以前は、 道路運送法第80条に準拠したものであったため、現在も80条バスと呼ばれることが多い。警察、消防、自衛隊では自民輸送車と呼ばれる。自衛隊の車両は一部を除き白ナンバーではなく自衛隊ナンバーで登録されている。教習車バス事業者が営業用としては引退した車両を白ナンバー登録に変更し、車内での教習用に使うこともある。 使われる車両はワンボックスベースの14から15人乗りから定員29名以下のマイクロバスが多いものの定員40から60名ほどの中型や大型のバスが使われる場合もあるスクールバスなどの場合利便性から路線バス仕様の2扉車を選択するケースも多いレジャー施設やホテルレストランなどの送迎用では大口団体への対応などから 観光バス仕様の車両を使うケースもある。自家用バスを走らせる場合、実車内にて運転者のローム管理や車両の整備、点検、車庫の確保など煩わしい運行管理が必要になるため、工場や学校などの通勤、通学の送迎のように毎日定期的に運行するものでは、バス会社かバス事業を営む地方公営企業、あるいはタクシー会社に 道路運送法の特定旅客自動車運送事業の形で管理委託する場合が多い。また、規制緩和もあって子会社のバス会社を設立したところもある。学校、部活動等で所有している自家用バスを運転する場合、バスや大型車の運転に慣れていない保護者や顧問などが運転したり、無理なスケジュールが原因で重大な交通事故がたびたび発生している。 このため、たとえ自家用バスでも、運行の際には適切な運行計画を立てて、高度な運転技術と自覚を持って、安全運転に努めることが重要である。自家用バスの場合、一部過疎地で運行されている、自治体による路線代替バス、身体障害者や要介護者等を対象とする NPO 法人等による移送サービスを除き、有償運送は、携帯と問わず禁止である。 日本のバス事情について知識がない外国人等を相手に公然と白ナンバーの自家用バスで無許可のまま観光客を乗せて優勝ツアーを運行する行為が見受けられるがこれは白バスと呼ばれる違法行為であるこの呼び方はナンバープレートが事業用バスの緑ナンバーに対して自家用バスは白ナンバーであることに由来する白バスは 道路運送法で定める輸送の安全と利用者の保護のための措置が担保されてないだけでなく事故が生じた際の責任の所在が不明で保険も自家用バス向けの保険では違法な白バス行為と認定された時点で保証の対象外のため利用者に対する保証等の救済処置はないそもそも保険にすら加入していない可能性もあるさらに白バスは 旅客の優勝運送をする場合に必要な大型に主免許を取得していない運転手が運転しているケースも多い。また、企業、学校、施設の送迎バスにおいては、バスの利用対象が企業の従業員、学校の生徒、施設の利用者など限定的なもので、たとえ燃料代や有料道路通行料の経費徴収であったとしても、家族や身内でない限りは、 不特定多数の利用者と解釈されるので利益を前提としない経費徴収も含めて優勝運送となる。よって自家用バスでの送迎は無料が原則であり、送迎バス利用者から経費を徴収するのであれば道路運送法に基づく許可を得て正規に貸し切りバスとするか前日のように地元のバス会社かタクシー会社に管理委託するのが望ましい。また、 たとえ運賃を取らなくても観光案内を兼ねた輸送は禁じられている。ホテルや学校などで所有する自家用バスで送迎をする場合、最寄り駅から最短ルートでの運送が原則で、不必要な遠回りは観光地案内とみなされるので注意が必要である。ありがとうございます。